15日のニューヨーク株式市場を振り返ってみましょう主要算数をご覧ください揃って反発したものの DAO と S&P はわずかな上昇にとどまっています今アメリカの投資家はもっぱら債務上限問題をめぐる動きに注目しています16日はバイデン大統領と野党共和党の幹部の間で交渉の機会が持たれるため投資家は中身がわかるまで様子見の姿勢ですダウの動き見てみましょう 債務上限以外の材料が乏しかったため終日、狭いレンジを行き来しています15日は、FRB の交換の発言が相次ぎましたが大きなインパクトはありませんでしたただ、アトランタ連銀のボスティック総裁などが利上げを一時停止することが適切と発言したことは好感されたようですまた、15日は EU がマイクロソフトによるゲーム大手アクティビジョンの大型買収を承認すると発表しました こちらも投資家心理の支えとなったようです。ナスダックは小幅に上昇しました。アナリストが S. N. S. 大手メタの投資判断を引き上げたことで株価が上昇。ハイテク株全体を牽引しました。